Ladies and gentlemen, this is Counterfunction Radio. Check it out. はい、ありがとうございます。ボーカル、ギター、ベース、ドラム、すべてが最高でした。とことんだろ。すごいね。ライブの内容も濃くてすごく笑ったし、本当にためになりました。応援してます。ありがとうございます。嬉しいね、本当に。ありがとうございます。どうも中井くん、これ。うんとね、ただ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 、名前がないから、はい。うん。板伝だよね。残念。悔しいね。惜しいね。すげえいいこと書いてるから残念だわ。ピンポンだしみたいな、ね。めちゃめちゃ嬉しいんだけど、もうぜひね、また来てアンケート書いてください。よろしくお願いします。惜しい。本当に惜しい。はい、次。最高。とにかく楽しかったです。とても安定しすぎた演奏で引き込まれました。これからも頑張ってください。佐久間くん。男の子？字的に。うん、和樹くんかな。字的に男の子。かわいい字だな。かわいい字を書くんだ。かわいい字だな、俺。平成なんでしょ。いや、みんなかわいい字書くよ、結構。ありがとうございます、佐久間くん。平成は違うね。はい、次。とても良かったです。特に生きていくことが染みました。ハッピーバースデー。ニカもいつかこんな心に染みるような曲を歌いたいと思いました。これからも頑張ってください。ニカちゃん、ありがとう、ニカちゃん。はーい。はい、来た。超ファンクでした。高校生の若さに負けないぐらいのパワーを感じました。F 散歩も期待していますね。誰これ？刺客ですよ、この子。トーマス。トーマス？トーマスなんですよ。機関車？なんだってこれ、高校生の若さに負けないぐらいのパワーを感じました。だってだよ。うん、超高校生なんだって。超高校級高校生なんだって、僕は。ありがとうございます。永遠のね、18歳、ありがとうございます。はい、次です。すみさん、痩せる気はないんですか？はい。ありません。はい。はい。おい、おい、おい、大事に行こう、大事に。大事に、大事に。大事に、大事に。いや、痩せられんだったらもうとっくに痩せてるわって話ですよ、これ。はい。頑張ります。ありがとうございます。心配ありがとうございます。すげえかっこよかったです。ネタは残念です。またライブ見たいので、ホームページ見させてもらいます。ありがとう。マスターアジア。何？マスターアジアですね、18歳。どこの教団の方なんだろうね。教団、うん、どうだろうね、まあ、中井くんほど琴の匂いはこの子からしないけども、アジア圏のマスターなんだろうね。ぜひね、ホームページ見てください。で、そしてね、このラジオ聞いてください。そうだね。お願いします。お願いします。はい、次です。面白くて楽しかったです。うん、ミスチルに声似てますね。あれ？あれ？誰が？いや、これはカウンターファンクチャーのボーカル。じゃ、中井くんのことじゃ、あなたのことじゃない？これ、良平。良平くん。え？良平くん。なんだってもう一回言って。良平くん。あー、こいつね、うん、いいやつだな、おい。良平くん、今日は誕生日です。おめでとうございます。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、エビバレー。ありがとうございます。良平くん、ありがとう。このミスに声に出ますね。これかなり上機嫌です。ありがとうございます。おめでとう。おめでとう。ありがとう。はい、次です。よかったです。感動したと思いきや、めちゃくちゃ楽しかったり、もう何なんですか？最高すぎます。こんなん初めてです。書ききれないんです。次からスペースを広くしてください。もうこの子めちゃめちゃいい子だな、おい。もうね。きよたん、あおい。きよたん、あおいちゃんかな、うん、お二人ってこと？ 15 歳。すごいよね。これからの子。すごいよ。いや、もうね、うん、踏んだり蹴ったり、コメントが。すごい。下にね、100点って書いてあって、はなまる。そうだね。花丸嬉しいよね。嬉しいね、これ久々に。花丸、うん、昔、うん、僕、大体漢字の、漢字は、大体、60点だったのよ。うん。100点今日もらったよ。中井くんやったね。ありがとう。葵ちゃんね、ありがとう。清田葵ちゃん。中井くんが初めての100点でした。よかった。ありがとうございます。また来てね、ライブ。お願いします。対バンした、はあ、これちょっと横文字で、博士くんちょっとこれ、横文字お願いできますかね、これ。キャラストロフィーですね。キャラストロフィー。のボーカルの。マバタ、マバタくん。よっぽど日本語の方がダメじゃねえか、お前。マタバくんだよ、お前、これ。マタバくん。ありがとうね。ねえ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 。自己紹介じゃん、これ。ただの。あかん、これ。これあかんやつや、これ。もう、感想ちょうだい。は
かんだこれ。キボンヌキボンヌ。ね、またばこありがとう。ありがとうね。ありがとうね、うん。すごく素敵でした。すごい楽しかったです。うん、ドラム化け物でした。このまま突き進んでほしいです。折れました。ありがとう。ありがとう。化け物。ありがとう。多分だけど、妖怪人間、ベム、ベラ、ベロじゃないですか。爆笑だおいねえ、うん、博士爆笑してるけどね。博士完全にお前妖怪だって言われてるから爆笑してるからね。いや、ありがとうございます。悪いことなのか良いことなのか、でもさ、うん、やっぱりこう、注目浴びてるっていうのはすごい良いことなんですよ。バケモン。うん。了解しましたね。まあね、はい、結構ね、喋ったのに、ね、そうですね。答え的な30点ですね。はい、ありがとうございます。じゃあこれが最後の1枚になります、うん、はい、その妖怪に対してね、まさかのこの最後のコメント、そうですね、古澤直樹くん、はい、今回の最後です、はい、神ですか、そうでこうございます、ありがとうございます、お疲れ様です、ボーン、完全にもう神というかもう仏というかね、そうですね、はい、神であり仏であり、そしてここで緊急なお知らせです、先ほどね、先ほど読んだアンケートの楓ちゃん、ね、すごいいっぱいいいこと書いてくれた楓ちゃんが、なんと楓ちゃんのアンケートに一緒にこの末松ちゃん、末松です、名前だけでも覚えて帰ってくださいっていう末松ちゃんね、俺が言ったね、末松ちゃん2人書いてくれたね、ありがとうなんて言ってたら、これはなんと楓ちゃんが末松で、末松が楓ちゃんという、まさかの、まさかの同一人物でした。末松楓だったんだ。まさかの末松ちゃんは楓ちゃんでした。ね、すごい良いね。名前がいい。いい名前だね、これはもう、語呂がいいよ、名前の。訂正してね、そうだね、ご了承いただきたいと思います。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます、末松ちゃん。というわけで、ね、送ります。ありがとうございました。さあね、今日一緒にライブをやってくれたというか、まあ、僕らがね、これを出させてもらうのもったいないぐらいみんなパワフルで、高校生のいいバンドばっかり、逆に刺激をもらいました、カウンターバンク社一同ありがとうございました、ありがとうございます。じゃあそんな皆さんにね、中井くんから最後にまた一発ギャグで締めてもらおうかな、やりましょうか、じゃあ今日も期待してますので、一発ギャグ、はい、お願いします、やりましょう、じゃあお願いしますね、本当皆さんに最高の一発ギャグお願いします、3人ちょうど3人、じゃあいきます、中井豊の一発ギャグ、はい、3、2、1、ピュイン、ピルリン、ピルリン、ピルリン、一方通行、右に曲がる、ありがとうございました、ね、これみんなの中で噛み砕いて笑いをね自分の笑いを作っていただければ、ね、カウンターファンク社が分かる、待って、はいはいはい、あの左に曲がった方が良かったかなどっちでもいいわ、あはい、ありがとうございます、はい、というわけでね、今日一日ありがとうございました、それではね、最後にカウンターファンクシャーのコーヒーを聞いて皆さんお別れしたいと思います、右に曲がった方が前に曲がります、じゃあコーヒーさよなら、お疲れ様です、ありがとう、左かなありがとう、左に曲がった方がやがましい、コーヒーを飲んで君と語り合いながら味わえる。
でもクビだからバイーン。全然笑えないですよ。全然笑えないですよ。なんか新しいゲームくれよ。